おはようございます。やんちゃです。2022年8月24日水曜日の朝です。タイマー18分。はい。じゃああれか。プランクやっとくか。プランク。よし。やるか。はい。タイマーオン。よいしょ。さて、今日のなんかニュース。なんだろうな、なんか大してないんだよな、いいニュースが。ちょっとあれかな、見るものが悪い。あ、そうか、まず天気を見なきゃいけないんだ。今日の天気は雨雲ありません。ずっと曇りです。最高気温32度です。はい、終わり。なんだろうな、なんか政治のニュースとかあんま面白いのないな。やべえ、世の中見るべきニュースが全くねえな。タイマーあと何秒だ。うわ、まだ全然ある。つらい。あれ、なんかわし日経新聞のアプリどこやったっけ。まあいっか、もうあと多分10秒切ってるだろう。5、4、3、2、1、0。はい、プランクやりました。なんか、あ、朝ですという18分のタイマーを開始します。え、どういうこと。え、ちょっと待って、タイマーに名前をつけることができたってこと。8月24日水曜日の朝です、タイマー18分って言ったんだよね。朝ですが地理的には入ってたってことだから。なるほど、名前をつけられるんだ。それは便利だな。複数のタイマーをこう並列で走らせている状態で、今鳴ったって言った時に何のタイマーが鳴ったのかわからない問題っていうのがこれで解決するってこと。知らなかった。なるほど、それは便利だな。なんだろう、これ終わった時に、あーでもそっか、別に終わった時は音声でなんか時間になりましたとか言ってくんないもんな。別にあの効果音が鳴るだけですもんね、 SE がね。だから、まあ、画面を見て、あ、朝ですが終わってるわみたいな。そんなことが、はい、あるかもしれませんね。はい、よし。さて、なんか今日あれなんですよね、洗濯機の修理が来るんですよね。2週間ぐらい前にお願いしたのかな。でようやく来るんですけど、乾燥じゃないな、脱水の時に異常な異音異常な音がしてくるんですよね。なんかとんでもない音がするんですけど、夜中に回してるからとても迷惑っていう。はい、なんでそれを直してほしいのと、あとなんか乾燥機がなんかあんまり乾燥しないっていう。でも半年に一回この修理したくないですね。なんか前にも言ったかもしれないですけど、その洗濯機の修理のサブスクみたいなやつ欲しいですね。月5000円払ってもいい。月5000円でちょっと不調があったらすぐに来てもらって直してもらえるっていうやつ。はぁ、5000円はちょっと高いか。年6万円だもんね。いやーでも年6万円でも払う価値あるよな。そのなんかあったらすぐに直してもらえるんだったらな、っていうぐらいね。頻繁だって今のところそんぐらい払ってるわけでしょ。前回5万円払って半年後にまた5万円払わなきゃいけないような感じになってきてるわけでしょ。ちょっとたまったもんじゃないですねこれね。かといって買い替える金ももはやないっていう。
辛いな。あんまり頻繁に壊れてほしくないんですよね。なんかその昨今のなんていうんですか、部品不足みたいなやつが直撃して、こう今在庫ない部品なんですよねってなった時に出張料だけ取られるし直りもしないみたいなその別にそのなんだろう、部品がないことを確認してもらうために来てもらったと思えば、まあそれはお金は払うんですけど、もちろん。でも部品さえあれば直ったわけだから、やっぱりこっちとしては辛いじゃないですか、もし部品がなくて直らなかったら。はあ、どうなるかな。ちょっと夕方に来てくれるみたいなので、うん、はい、ちょっとやっていきたいですね。さて、なんかちょっと前に言ってたあのセインツローっていうゲームが昨日発売になって、でまあ元々やるぞって言ってた手前一応買いましたが、なんかちょっと仕事が忙しくて結局なんか買ってインストールしただけで終わっちゃったうん、まあしょうがないですけどね。よいしょ。はあ、結構長丁場になると思うんですよね、セインツローは。だから多分向こう1ヶ月ぐらいゆるゆるとやる感じにはなると思うんだけど、ただそのスターディーバレーも終わってないんでちょっとね困っちゃったでも困ってる場合じゃなくて、もう来月にはドラクエ10とか出ちゃうから、ドラクエ10オフラインとかが出ちゃうんでどうしようかなっていう。でもまあドラクエ10とかもね、そのどうしてもストーリー進めたければ今までもオンラインの方でやればよかったっていう話なので、それを今までやってこなかったやつをオフラインが出るっていうきっかけでやろうとしているだけのものだから、なんか発売日に買って一気にクリアしたぜって言わなきゃいけないタイプのゲームじゃない気がするんで、ちょっと後ろ倒しにして、で多分スプラトゥーンも私そこまでなんていうの、なんていうんですかランクを何なんですか、ちょっとねランクシステムがどうなってるのかすらわからないぐらい、なんかあんまりガチで取り組んでないからわかんないんですけど、ランクが CBAS みたいなのが確かあって、その先がなんか X とかあるんですかわかんないけど、レーティングをどんどん上げていくっていう、そういう作業は私はあんまりやってなかったんで、基本的にはカジュアルプレイヤーなんでねなんか任天堂もね、多分ですけどスプラトゥーン、まあ何百万本売れるか分かりませんけど、まあ、仮に300万本売れるとしてですよ、300万人中のやっぱりその299万人ぐらいはカジュアルユーザーだと思って作ってるとは思うんでそのつもりで楽しませていただこうかなとは思ってます。はい、はあ、はあ、なんか昨日の話の続きなんですけど、その再来週から Ruby 会議っていうやつで三重県の津に行くことになってるんですよ。はい、なってるんですけど、どうやっていくかっていうのが目下問題になっているというか、うちにあるスクーターで頑張っていくかみたいな話になっていて、片道350キロぐらいですか、道のりとしては350キロの道のりをなんか丸1日かけて行き帰りやろうとしているんですよね。でなんか原付で行くのと違って、うちのスクーター原付2種なので、一応まあ下道で行くとはいえ、あの普通の乗用車と同じスピードでは走れるわけですね。原付だと30キロ、時速30キロが限度ですけど、だから基本的には Google マップスとかで下道で検索して出てくる時間通りに行くはず
まあ、それにしたって10時間はかかりますよって、11時間ぐらいか港まで。なんかやっぱ無理な気がしてきたよなこれ、1日で行くの。だって朝6時とかに出たとしてですよ、12時間かかってまあ行ったとして、夕方6時でしょ港に着くのが。でなんだっけ、そのフェリーが出る時刻がなんか目当てにしてるやつ4時半とかでしょ、無理じゃん。そうなるとなんか途中で一回宿泊とかを入れないと無理な気がするんだよな。で、7日の夕方までに着かなきゃいけないから、6日に出て6日中になんか静岡とかで一泊して、で翌朝出て港に行く、うん、これがまあ良さそうですよね。じゃあ6日からか、6日の午後からもう静岡に向けて出発するっていう、そういうプランですね多分ね。そうするとですよ、あの帰りどうするんだっていう話になるんですよね。帰りは11日かな、11日に向こうを出て帰ってくるわけですけど、まあ朝出たとしてですよ、朝出たとしても、朝出たとてやっぱり12時間、あ、帰りもフェリー乗んのかな。でもせっかくだからフェリー乗った方がいいような気もする。名古屋寄るべき、名古屋にねスクーターで行って寄るにしても、なんかあんまり自由にスクーターを止める場所がない気がするんですよね。だからね、実はあんまり名古屋はスクーターと相性良くないと思っていて、例えばなんか喫茶店寄りたいとかって思った時に、喫茶店に駐車場とかねそんなにない気がする、名古屋都会だから。そうするとやっぱり帰りもフェリーでってことになった方がいい気がするんだよな。ちょっとでもここをちゃんと詰めとかないと、ぐだると帰りやばいことになりそうなんだよな。で11日の夜もどっかで一泊しつつ、で翌朝起きて家、月曜日の朝に家に向かって午前中ぐらいに帰ってくるっていう、それぐらいですかね。そうすると6日に出て12日に帰ってくるみたいな話になって、6日間の旅になっちゃうよね。あれちょっと待って、6日間だよな。やばいね。ちょっと待って、6、7、8、9、10、11、12だから 1、2、3、4、5、6泊か。7日間にわたってだから1週間かかるプロジェクトみたいになっちゃう。はあ、大変だなそれは。火曜日に出て月曜日に帰ってくんだもんね。だってマジか。一生に一度あるかないかみたいな感じになっちゃうなそれな、うん、通常であればなんか仕事を定年退職して引退後にやるみたいなやつじゃねえこれ。でガソリン代とか計算したけど、だいたい片道350キロぐらい、350キロからまあ400キロぐらいなんで、まあ、400キロだとして往復800キロ800キロで、で今乗ってるやつがだいたい燃費50キロ、1リットル50キロぐらい走るんで、まあ50で割って16とか、まあなんか都内を適当に走るときと違ってもうちょっと巡航できるとすれば燃費伸びるかもしれないけど、まあ前後するとして40キロしか走んなかったとしても、まあ20リットル
で130円だとして3200円とかそんなもんか。往復で3200円しかガスかかんないの安すぎん。はあ、まあそれはねいいですよね。ただその代わりめちゃくちゃ過酷ですね。でなんかそれはいいんですけど、その 800km もスクーターで走るんだったらさすがにアクションカムとか欲しいよねっていう話になるんですよ、どうしても。そのさすがなんかね、 YouTube チャンネルをやっていて、なんか 800km をスクーターで走るのにカメラを回さないっていうのはすごい損失な気がするので、さすがに何かしらのアクションカムを買いたいなと思ってて、ただもう2週間しかないからその調達とかそろそろやるなら、本当にやるなら急がないとやばいですね。はぁ、どうしよっかな本当。ここはでもなんか勢いで買ってしまってもいい気がするんだよな。今欲しいと思ってるのがあのインスタ360 1X2 っていうやつ、それをね買おうとしてるんですよね。あとバッテリーパック、インスタ360とバッテリーチャージャーとバッテリーパック3つ、あとはなんかリストバンド型のマウントだから手首にカメラを立てられる。なんかそのバイク自体に立てるとなんかあれなんですよね、消える自撮り棒とかでバイクにつけるとなんか浮いてるかのように撮れるっていうのあるんですけど、なんか脱落しそう。まだ手首の方が良さそうと思って、はい、ちょっとね手首につけるタイプのマウント検討してます。でもそうすると総額7万円ぐらいかかる。やばい。なんかそうなんですよね、交通費が浮いたとかって言ってる場合じゃなくて、多分新幹線とか電車で行くと往復でまあ高くても3万ぐらいで済むんですけど、3万がガソリン代の3200円に、あとなんだ、フェリー代は片道3600円だから7200円の、まあだからフェリーとガソリン代合わせて1万円ぐらいで済むと、だから2万円ぐらい浮くと、2万円浮く代わりにアクションカムを買うからみたいな。どうなんでしょうね。はい、まあそんな感じでした。なんか詰めなきゃいけないことあるかな。なんかスクーター800キロ走るともなるとちょっと途中でトラブル起きましたとかっていうの困るから、それまでに一回あの標準点検一式やって、なんか悪そうなところ交換してくださいとか、オイル交換してくださいっていうのをやっとかないとやばそうですね。800を走破できるっていうのは結構ね、結構なもんですよね。あれなんか8体とかって何キロ走んの？8体、8体って何キロメートル走るやつなの？8時間耐久ロードレースでしょ。でも私8時間どころじゃないから、今回多分総走行時間24時間ぐらいになるか。はあ、8体はだいたい何キロ走ってんだろう。よくわかんないな。8体の距離は1200km。 近いな。8体の3分の2の距離を一気に走ろうとしているっていう状況なんですよね。だから8体の3分の2ぐらいの
覚悟が必要ってこと。はあ、やばそう。でもなんかこういう計画立ててる時が一番楽しいですね。計画立ててる時が一番楽しいから、計画だけ立ててやっぱり雨が降ったからやめますになってほしいですね。あのね、雨が降ったらね、さすがに嫌ですね、やんの。いくらなんでもね。はぁ、ちょっとどうなることやら。あとすげえ日焼けしそうだから、ちゃんと長袖で行かないとな。手の甲とかもなんか焼けそうな気がするから、手袋、軍手とかつけてった方がいい気もするな。はぁ、なんか細々とした準備が必要そうだけど、直前になって準備すると大変そうだから、なんか想像力を働かせて、ちょっとどんどんトゥードゥーに追記していって、来週いろんな準備を一気にやっていくみたいにしようかな。はい、そんな感じでした。はい、バイバイ。